遠い。上松に行ってました。いやー Z1 とかねかっこいいよね。これから道の駅に向かっております。腹減ったな。お、あったね、滝山。あ、もうそこなんだ、滝山。Z1 なんつうのはもう乗るのはもったいなくて家に飾っときたいね。ここかい、八王子滝山。よっしゃ到着。これどっちですか、どっちなんだろう。169方面。あーラーメンうまかった。美味しかったですかあれ。はい、八王子ラーメンって一回も食べたことないですよね。まあでも玉ねぎ入ってるだけですもんね。味はあれですよ、番内系でしたよ。あ、番内系ですか。はい、いやあったかいっすね今日も、うん、日曜日やばいじゃないですか、めっちゃあったかいっすよ。日曜日あったかいんですか。21度とかですよね。2月なのに。はい、あ、ジュージューカルビ焼肉屋さん。焼肉屋っすね。しかし道の駅は人がいっぱいいて全然自粛してないですね、はい。確かにしてないです。11キロ先がもう橋本駅なんですね。うん。さらば上松。いやー上松ずっと入れるな。入れますか。うん。また上の倉庫に行ってみたいですよね。ああ。絶対チャンバー1本くらいあるっす。東京本社。関東ここだけなんですか上松って。関東ここだけです。はい、建物は持ち物なんですかね。これ建てたみたいですよ。前もっと本当なんか普通のバイク屋だったんですよ。なんか火事になったりとかいろいろしたんですよね。はい、あの上松の置き場があるんですよ。うん、上松。いやー気持ちいいな。前に車がいないと最高。最高っす。ずっとまっすぐなんだ。ずっとまっすぐみたいですね。はい、
RZ 聴衆は大丈夫ですか？大丈夫です。あと、うん、あの予備で 2セットあるんで本当プラグ貧乏になっちゃいます。うん、ガソリン大丈夫ですか？あ、ガソリン朝入れてきました。うん、やっぱ電話来ると切れますね。うん、電話に出れるってすごいですね出れるみたいですよね、うん、富士山綺麗だわ。めっちゃ見えます今日。うん、めっちゃ見えてますね今日。雲もないです今日。そうですよ、今日雲一個もないですよ。ああ、これは何川なのかな。これ多摩川じゃないですか、ね、多摩川ですか。多分そうだと思います。うん、日曜日みんな走りますかね。うん、どっか行きたいとこあります？いや、もうなんか近場行き過ぎちゃって、うん、どこ行っていいのかなんかないですかね近場で。ねえ、日曜日あったかいんだったらね。日曜日めっちゃあったかいですね。うん、道志の道の駅は入れないんですかね。入れるには入れるみたいです。うん、あの道の駅のあの脇ちょ小さいお店は何かやってるみたいなんですけど。うん、でも高橋怖いなもう飛ばせないですね。うん、ゆっくり。でもあの時も大して飛ばしてないのに滑ってるからな。なんなんですかね、なんかズルッとしてましたよね。うん、多分グリップしないのにアクセル開けすぎちゃうんじゃないですか。ああ、カーブ攻める男ですか。うん、だ多分突っ込みが遅くて、はあ、は早く出口に出ようと思って無理に開けちゃうんじゃないですかね。ああ、そういうことですか。うん、もともといいタイヤじゃないんじゃないですかね。うん、もともといいタイヤじゃなくて乗ってなかったから余計ですかね、それ。うん、硬くなっちゃってるんじゃないですか。ああ、なんかこの道、うん、通った覚えがあるような車で。うん、違うかな。白バイいましたね今。います？ああ、反対側走ってたっす。なんか高速走ってるみたい。そうっすよね、はい、サーブ。おー、めっちゃ風強いっす。うん、なんかここ高速みたい楽しかったっす。うん、ここ曲がんないんすか。あれ、ここ曲がりになってます。うん、マジですか。うん、自分の次に曲がりになってる。本当ですか。はあ、ここ向こうからあっちに行ったことあるな、橋本駅の方に。どっちの方が早いですかね。そこ曲がっても早い。でもね、いつも俺向こうですよ。向こうですか。うん、多分出るとこ一緒なんですよね多分。うん、八王子から橋本駅って近いんだな。結構近いですね。はい、混みますね。うん、荻野パン。あ、荻野パンあるっすね。うん、あ、で、いつものとこ出るっすね、これ。うん、もう宮ヶ瀬が定番コースになってきましたね。もうなんかあれですよね、お散歩ですよねお散歩ですね、宮ヶ瀬は。おう、えー、くそ、やばやっぱ花粉飛んでますね。うん、今日自分もめっちゃ目かゆかったっすラーメン。あ、今日ここにすればよかったっすね。じゃあでもやってないですもんね。やってないですね。昨日もやってなかったですよ。マジですか。はい、いつやってるんですかね。ね、今日は手袋バッチリなんで寒くねっす今日はわりかしあったかいからライダーいっぱいいるな。いや、今日はいますね多分。うん、バーベキューお持ち帰りセット、竹セット、どんと1キロ3800円。薬草。あ、薬草ってなんかありましたね、そういえば。うん、小麦のお話。いやー、バーベキューしたいっすね。うん。
バーベキューめっちゃしたいっす。毎年いつも秋川でやってんすけど、うん、秋川もう人がすごくてダメですね。うん、まあ秋川ぐらいが一番行きやすいんじゃないですかね。まあ近いですけど、うん、宮ヶ瀬まで15分。ここって卵しか売ってないのかな。産みたて卵自動販売コーナー、卵オンリーじゃないですか。食べれるわけじゃないですよね。はあ、それ隣養鶏場じゃないですか。うん、いますね。はい、わわわわ車。今日はバス走ってないこと祈ろう。あ、本当です。うん、お前こっちだったじゃないですか。はい、今日こっちから行ってみます。うん、多分あっちから行くとバス通りなんですよね。うん、続々来るな。あ、もうライダーが入ってんですね。オイルランプがついてる。本当か。オイル買わないと。荻野パン方面から。オッケー。いつ来てもいいとこですね。うん。あ、さっきのジムにあそこが出てきた。ね。どっか早道あるんすかね。あるんすね。向こうのが早い。お、ロータス。あれロータスですか。はい。かわいいもの。ロータスヨーロッパ。揚げパン。お、ここはたかしが滑った現場か。あれ、ここでしたっけ。はい、あ、もっと向こうか。もっと向こうじゃないですか。うん、あれ、でもこの辺でしたっけ。うん、こっちの、なんかあれ違ったっけ。なんかこの辺だったよな。うん、みんな荻野パンに行くのかな。多分そうだと思います。うん、そんまいなかったですね。うん、ロータスかわいいっすね。はい。虫みたい。はい、ありがとう。ロータス全然残んないっすよ。RZ と一緒ぐらいですよ。 RZ より古い車ですからね。登んないんすかね。はい、もうちょっと豹変してきたもん。うん、ふれあいの家さようなら。いや、まだやっぱり寒いな。寒いっすね。うん、今11度。いや、それでも11度ですか。うん、大変っすね、この辺の小学校も。うん、雪は降るわ。遠そうだし。何もないからでもよく歩くから丈夫になるんじゃないですか。そうっす。いやー、バスが3台います。え、3台4台。そんなにいんの。観光バス。観光バスだ。はい、バス渋滞だなこれ。あ、ウインカーついてる。あ、ダサ。4台もいるって学校ですかね。いや、なんか乗ってそうですけどね。うん、遠足とか。ああ、そうかもしれないです。うん、なんかバイク集団来ました。バイク集団ガンガン来ますね。あ、ゾクゾクしたの来てました。うん、来た来た。どうも、お差し。うん、やえされました。観光バス。観光バスですね。乗ってますね。中学
行って書いてますね。ああ、じゃあやっぱり遠足とかかな。あ、まだいっぱい来ましたね、ライダーは。うん、今から行くの？今から行くんじゃないですか。寒いのに。うわ、いっぱいいる。いっぱいいるね。頑張れ。頑張れ頑張れ。でもこういうとこで撮った方が早いんじゃないですかね。二輪専門なんでやっぱりね。ああ、またあの RZ と Z 来たって思われてますよ。そういえば2日前も通ったなみたいな。絶対思われてますよ。よし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 よ寒いっすね。うん。RZ ちゃん、頑張れ。もうじゃないですかね。マジか、早いな。後ろから来た。そこ止まる？そこ止まる？毎回1回は救急車見ますね。本当ですね、うん、そういうウインカーってヨーロピアンっていうんですか。ヨーロピアンです。そういうのって LED もあるんですか。 LED これ玉変えれば。うーん、ラーメン玉屋。うん、あそこ昔よく行きましたよ。美味しいんですか。うん、家系。そうですね、家系。家系ですね。なんかフロントブレーキ変だな。ついにブレーキまでもか。なんかうにゃ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 動くし。もうおじいちゃんですねこれは。本当。その RZ はあれですもんね、自分中学生の時ですよ。マジですか。はい、中学生の時に先輩が乗ってた。もうだいぶ古いっすね。うん、黄色い RZ かな。ああ、ありましたね。うん、今日は酒抜こう。今日抜くんですか。はい、昨日飲みすぎました。またカラオケまで行っちゃって。昨日っすか。はい、まあ、宣言明けツーリング部でカラオケ行きますかみんなで。はい、わさん何歌うんですか。あー、なんすかね、半分演歌ですね。まあ何でも歌うっす。うーん、たかしは。たかしはもうなんかこうノリノリの。ノリノリ騎士団とかですか。いや、もうなんかレゲエっぽいの。あ、でもあいつと酔っ払っ、あいつが酔っ払ってる時しか行ったことないんで、素のたかしの歌を聞いたことないです。まあ大体カラオケ行く時酔っ払ってますからね。はあ、おまわりさん、どこ曲がるって。お、優しい。ありがとうございます。まあ、あのクヤビル、あの上でビアガーデンやってたじゃないですか。うん、でやたらとあの中華メニューすごい置いてあるから、はい、エビチリすげえ食ってたら、はい、10人で行ってお会計10万でしたよ。え、10万。そうでした。はい、1人1万。1人1万。高っ。びっくりしました。あそこ
こ中華料理もやってますもんね、はあ、ビールの中でエビチリの値段見たらびっくりしよう、3500円とかするんですよ。でそれ知らないでみんなバンバン頼んじゃって、でビールだやあの焼肉だってやってたら10万でした。高いじゃん、びっくりしました。あ、始まったいつもの場所だ。始まった。くそ、来い。ダメか。ダメ、止まっちゃう。おい、燃料ねえかな。止まった。あら、止まった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 。やばい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 止まった。なんだ、いつもここで止まりますね。はあ、あれあれ、ニュートラルに入んない。あれ、あ、入った。なんでもうガス欠。嘘、いや入ってるな。なんで急に来なくなったっすよブーっつって。どうした、ひねくれちゃったっすか。うん、よっこいしょ。またここで止まっちゃった。止まるとこがいつも一緒ですね。そうそうそう。おい、来い、燃料来い、燃料来い。復活です。いけそうですか。はい、多分ですけど。何だったんだろう、怖っ。今日はダメでしたねなんだ、燃料ないのかな。そんな燃料濃くやばいな。保管しよう。振ればよかったかなシャッフルシャッフルまだ88キロしか走ってないんですけど、でも燃料はちょくちょくいってたんで、この辺だな。でもすっからかんかな。おお、オイルランプめっちゃつくな。オイルないな、そうそう。めっちゃオイルランプついてるし。消えろ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 。ふるふるふる。よろしく寿司って書いてありますよ。初めよろしく寿司。すごいっすねこの辺。ドラゴンボールですよ、ラーメン屋。ドラゴンボール噂のラーメン屋ですね。うまいんですか。いや、もうラーメン屋じゃなくても飲み屋になってるって言ってました、ね。もう常連客しかいなくて、一回行ってみたいんですけどこっちは味噌ラーメン、餃子。あ、本当だ、ここ知らなかったっすね。うまめ屋んすね。あ、この前泊まったとこ、通り過ぎ。おう、びっくりした。びっくりした。今日は100キロ近く走りましたね。そんなに走りました？はい、あ。スタンドでゼロにしたんで、ここで93キロ。自分じゃあ品道を左に行きます。あ、はい。はい。あ、じゃあ俺も左から行きます。はい、自分は左に行ってスタンド行きます。あ、こっちですか。はい、また右曲がります。じゃあまた、はい、ありがとうございます。はい、RZ あります。ありますねずっと置いてあるんですよね。はい、売らないんですかね、あれね。値段書いてないからないつも。ああ、でも乗ってるのは見たことないですよ。ずっと置いてあるんですよ、ね。うん、ずっと置いてあります。あのテールカールのあのやつが当時もんで、あれネットで見たら5万ぐらいするんですよね。いいなと思って、シングルシート。どう、あれここ スタンドやってるか、びっくりした潰れたかと思った。じゃあまた、ありがとうございました。ザース。というわけで
今日は、上松さん、上松さんに行って Z1 をいっぱい見てきたね。かっこいいね。その後に道の駅行ってラーメンを食べて、その後に、宮ヶ瀬に行って帰ってきました。ご視聴していただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。